村の浄水場は、大阪府平方市、村の高見台にある、大阪広域水道企業団の浄水場。日本第一位の施設能力を有する、大規模浄水場であり、世界的にも珍しい立体式の階層系、浄水施設を持ち、近代水道100選にも選ばれている。1960年6月に、着工、1963年7月に竣工した。 その後に、海藻系浄水施設が整備され、現在では、阪神甲子園球場の約8.2倍の敷地で1日あたり、約105万立方メートルの水道水を供給している。1994年7月から一部施設でオゾン、粒浄活性炭を使った高度浄水処理が開始され、1998年7月からは、 すべて高度浄水処理が行われている。減水は、淀川の漂流水を、磯島取水場から取水している。大阪広域水道企業団は、大阪市を除く大阪府内の42市町村に対して、年間約5億千万立方メートルの水道水を供給しているが、村の浄水場からの供給量はそのうちの概ね4分の3を占めている。 昭和40年代の大阪府域における都市化の進展に伴い、さらなる水需要の増加が予測されたため、村の浄水場の拡張事業が計画された。新浄水施設については、既存の施設を共用して、効率的な管理運用を行うため、村の浄水場に隣接して建設する必要があった。一方で、平面的な浄水施設を建設するための用地が、 確保できなかったため、各浄水施設を立体的に集約して、敷地の縮小化を図ることとした。また、本施設は、地上7階、地下2階の棟内にある60以上の水槽を、常時5万立方メートル以上の水が流れる巨大かつ、特殊な構造物であるため、耐震性の確保に関して、京都大学工学部建築学科の小堀研究室に依頼し、1、 30の模型による振動実験等を実施し、構造設計に反映した。なお、当初の施設建設時には、オゾン接触地、オゾン発生機室、粒状活性炭吸着地については、スペースの確保のみにとどめ、水源水質の状況等に応じて1990年度から、高度浄水処理関連の工事に着手した。本施設では、一階に配置された、 業集沈電池で処理をした後、最上階に配置された急速、ろ過地に用水し、フロアを降りながら、順次、オゾン処理、粒状活性炭処理を行い、最後に、胸外の塩素コンワッチで消毒を行っている。一号胸の南面外壁には、村の浄水場の主要な水源である、琵琶湖と周辺の山々が図案化され、タイルの形状と色の濃淡によって表現されている。 1994年4月から、コイによる減水水質監視装置を磯島取水場に導入している。減水の水質が悪化した際に、水質の悪い水槽から良い水槽へと移動するコイの修正を利用して、テレビカメラで常時撮影したコイの動きをリアルタイムで画像処理し、コイの異常な行動パターンが判別された場合は、 自動的に警報が出る体制を整えている。階層系浄水施設内の池の水位差を利用して発電するために小型水力発電機が1985年から設置されている。沈殿池における藻類の発生を遮光により抑制するため、副外を兼ねた太陽光発電パネルが2001年から設置されており、平成13年度新エネ大賞を受賞した。 これらにより、2009年4月には、地産地消の新エネルギー導入事例を評価、選定する、新エネ100選に選定され、2010年12月には、環境省の地球温暖化防止活動環境大臣表彰を受賞した。また、2011年2月には、資源エネルギー庁により、次世代エネルギーパークとして認定された。 浄水処理の過程で発生する土をガスタービン発電機から出る排熱により乾燥することで減量、減量させ、余熱で、さらに蒸気タービンを稼働させるコンバインドサイクル発電を行う施設があり、平成12年度、新エネ大賞を受賞した。本施設は1999年11月から運転を開始したが、 老朽化等による更新に伴い2015年に撤去された。1998年7月22日に村の浄水場で開催された高度浄水処理水全量通水イベントの際には河内や菊水丸をゲストに迎えて平成10年水温度が披露され浄水場の一部を一般に開放して盆踊り大会などが行われた。また、その様子は ABC ラジオ、心晴天水曜日の公開性放送によって、ラジオ中継された。テレビ大阪、高人のマネー8月17日放送分の企画の中で、川越シェフのお店で出されている800円の水は、以下に出された3つのうちどれかを当てようとして、八代秀樹が選んだのは、村の浄水場から供給されているメッセンジャー、黒田の実家の水道水であった。 後に、当日の出演者は皆、口を揃えて、これが甘くて一番美味しいと答えた。テレビ朝日、仮想県の女正月スペシャル1月3日放送の、ロケ地として、村の浄水場の浄水中を管理室、無線機室などが使用された。ありがとうございます。